は何をするの？おはよう、ハコ。今日はサヨが反省会をしたいんだって。そうね、優勝はしたけれど、これで終わりじゃない。改めて自分たちを見直すことはいいことだわ。はい、そうですね。皆さん、おはようございます。お待たせして申し訳ありません。ちょっと機材の準備をしていたもので。機材の準備？ええ、今日の反省会はコンテストの動画を見直しながらやろうと思います。普段本番での私たちは演奏で精一杯ですから、自分たちの姿を客観的に見ることで新たに気づけることもあるかと思いまして。なるほどね。反省会は何度かしたことあるけど、動画を見ての反省会ってあんまりしたことなかったね。それじゃ早速見てみましょう。いやー、なんだかいろいろと恥ずかしいね。恥ずかしがってばかりじゃダメよ、リサ。ちゃんと私たち自身を見つめ直さないと。実際途中からフォームが崩れてたわよね。ああ、ユキナも気づいた。ついつい力入っちゃってたみたい。確かにあれじゃいい音も出なくなっちゃうよね。アポもバストラムが多めの曲だとちょっと安定してないみたい。次から気をつけないとな。そうね、他にはないかしら。みんなそれぞれにもっと意見を出し合いましょう。とりあえず意見は出尽くしたかしら。結構な数が出てきたわね。まだまだやらなきゃいけないことっていっぱいあるんだね。もっと頑張らないとだね。コンテストの好評ではオーディエンスを巻き込んだ力強い演奏と評されていましたが、もしかしたら今回はオーディエンスを意識した演奏という方向に寄ってしまっていたのかもしれません。うん、反省します。そうね、反省できたことは大きな収穫だわ。優勝できたからと浮き足立たずに、きちんと技術面でもやりきりましょう。はい、そうですね。よし、まだまだアクアやるよ。さらにレベルアップしてロゼリアもどんどん先に行くんだから。そうだね、アコちゃん、私も一緒に頑張るよ。皆さんが目標を見つけられてよかったです。宇田川さんも少しは不安が晴れたかしら。道に迷った時はこうして振り返ってみる方法もあるわ。そうやって次への道を探していけば、いずれ新たな目標は見えるものだから。はい、すっごくよかったです。さよさん、ありがとうございます。氷川さん、私からもお礼を言わせてください。アコちゃんの不安をなくすためにこういった反省会を開いてくれたんですよね。それも目的の一つでした。宇田川さんは目標が見つけられなくて悩んでいたようですから、こうやって目標を見つけられれば不安は和らぐのではないかと思いまして。さよさん、ありがとうございます。アコ、感激しました。これからも超超超頑張りますね。これくらい当然よ。宇田川さんにはこれからももっと頑張ってもらいますからね。ロゼリアはこれからが本番ですから。はい、よかったね、アコちゃん。サヨってやっぱ優しいよね。アコ、いい先輩を持ったじゃん。今井さん、からかわないでください。あなたは年上の自覚をもう少し持ってもいいのでは？手厳しい。それにしてもサヨ、動画を見て反省会だなんてよく思いついたわね。はい、ヒナが出演した番組を一緒に見ているときに。え、なになに？サヨってヒナの番組よく見るんだ。まあヒナが周囲に迷惑をかけていないか確かめる必要がありますから。それだけ？別にその話は今は関係ありません。ミナトさん、見てないで助けてください。
こんにちは。これからお仕事ですか？はい、私もスタジオに向かうところです。よければ一緒に行きませんか？いえ、今日は練習じゃありません。先日のライブの動画を見て反省会をする予定です。はい、コンテストの時の動画です。ええ、ありがとうございます。ご存知だったんですね、優勝したこと。はい、ここまで来れて本当に感慨深いです。フューチャーワールドフェスへの出場はロゼリアが掲げてきた目標ですから、最高の形でフェスのステージに立てるよう今日の反省会はしっかり行わないと。映像を交えての反省会はあまりしたことがありませんでしたが、客観的に自分たちを見て気づくことは多いはずです。優勝しても気を抜かないのが私たちらしいですか？確かに大きな結果を出すことはできましたが、コンテストはフェスへの通過点に過ぎません。私たちにとっての本番はこれから。演奏を振り返って冷静に分析をする必要があります。温故知新という言葉もありますが、未来のために過去を振り返ることは大切ですから。今目の前にあるフェスのため、そしてフェスの先にある未来のために。ええ、フェスの先です。そのことで宇田川さんが随分心配していました。ロゼリアの目標であるフェスを終えた時、私たちは何を目標とするのかと。今はまだその答えは出ていません。ただその答えを見つけるための手がかりはこれまでの私たちの中にあるような気がしています。未来のために過去を振り返り、前に進んでいけばきっと見つかる、そんな風に思っています。宇田川さんですか？コンテストの前にメンバー同士で話をしたので、ある程度不安はなくなったのではないかと思います。ただまた道を見失うことがあるかもしれないので、今日の反省会ではその時に目標を見つける方法を伝えられたらと考えています。私がメンバー思いですか？私たちは5人でロゼリアですから、メンバーのことを考えて行動するのは当然でしょ。